最近はじゃあもう喧嘩とかもなく仲良くやられてるんですか？喧嘩ばっかだよ、うちは。ね、その前もね、なんかテレビで言ったんだけど、ほんと酔っ払って路上でそれこそ寝ちゃったりするから、あの今年の冬の、うん、もう雪がちらつくぐらいの寒い日の夜に朝の4時に電話がつながったっきり、うん、電話出なくなっちゃったのよ、うん、朝の4時の時点で帰るって言ってたの。そう、あの新松からね。ただもう口調が酔っ払ってて、うん、おーほらーじゃーわーわーわーって帰るからって言って、そうなってんの、そうなってんの、もう音が割れちゃって。わかるわかる。でそれでそれから2時間、うん、3時間、うん、連絡つかなかったのよ。で私も仕事でも朝早くって出かけてて、でもう仕事があるから電話をして起こそうと思ったんだけども、とにかく出ないのよ。でやっと1時間かけ続けたら出たら、おおおおじゃなるなるなつって、めちゃくちゃ似てる。そう、似てるでしょ。めちゃくちゃ似てるじゃん。ダイさんが酔った時それブルドックでしょ。なるなるなるって言ってブルドックの真似でしょ。よくよく聞いたら人に起こされたと。そうそうそう、警察官の方かな。そうだから疲労で寝てたのよ。なんか知んねえけど疲労のバス停でもう真冬に、でもうだ多分死んでる人がいるって通報があったと思うんだよ。救急車も来てたから。で警察官にボンボンボンって救急隊の人がちょっととりあえず乗りましょうみたいなのが遠くで聞こえてんの、ね、けど俺は別にそんな全然記憶もなしに寝てただけだから、もったら超テンパったけどね。そのおまわりさんに起こされたから、なんか悪いことしたんかなって思わず聞いちゃったから、僕悪いことしましたかって言っていや、あのそういうことじゃないんですけどもつって、大丈夫だったらいいんですみたいな。だからなんか死んだ人だと思って接してたみたいだから目が開いた時点ですっごいびっくりされたんだ。すげえびっくりしたから、ほんと死体だと思って扱ってたから、一つも冷てえし動かねえし、で突然カッって目見開いたから警察官がああっつって本当に激ヤバじゃん。そういうのとかやっぱある。もう本当に泥酔だよ、ね、今のアウターはやっぱ死なねえからな。そう